はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は炎の講演会 YouTube 講演会鴨頭嘉人さんが3月26日に開催される1日短期集中型の表現力の学校は情報商材かそれとも教育かという話をさせていただこうと思ったんですが、もうすでに峰島社長さんが動画を出されていますので、峰島社長さんの動画この下に貼っておきます。そちらも合わせてご確認いただければなと思います。一瞬脱線しますけれども、だから峰島社長さんは絶対に敵に回しちゃいけない人なんですよ。それについては少し前に動画出させていただきましたので、この動画と合わせてご参考にしていただければ幸いです。鎌球大、今回の論点は前回の青汁ファイトクラブについての分析の時と同様、4つの観点から情報商材か否かを見定めていきたいんですが、個人的には情報商材かどうか以前に2つの払拭できない疑問っていうのを感じました。一つは、今まで鴨頭さんがやられていた話し方の学校やコミュニケーションの学校と表現力の学校の違いは何なのかよくわからなかったっていうポイント。もう一つは、鴨頭さんの講演料が基本的には300万円からみたいな形になっているのですが、その単価は果たして何を基準にどういう感覚でつけている金額なのかということです。これについては追って細かく自分の考え方や見解話しさせていただきたいと思います。では早速、情報商材かどうかの見極めをしていきましょう。一つ前の動画でも出させていただいたように、4つのポイント、単価、労力、底上げ、信仰、宗教観、これが情報商材と教育だと全く違っているので、この4つの指標について一つ一つ見ていきましょう。一つ目、単価についてですが、情報商材の場合、実績が出た人の金額を基準にどんぶり勘定で決めていたり、なんだかよくわからないけどめちゃめちゃ高かったりするんですね。一方、教育っていうのは大体時給かける労力、もちろんその時給がいくらになるかっていうのは人によって変わってくると思いますが、時給かける労力で考えていきます。この観点で見ていくと、鴨頭さんの学校はリアル受講をした場合98,000円、 Zoom で参加した場合68,000円、録画を視聴する場合は58,000円とかなり高額です。もちろん10万円を下回っているので一見安く感じるかもしれないし、何人参加されるかによってもトータルの収益的なものは変わってくるんですが、こちらについても後で詳しくお話しさせていただきます。2点目、労力。情報商材は10人に売っても100人に売っても労力がほとんど変わりません。コンテンツを作ったら、あとはそれを PDF やら動画やらで発信したら終わりですから、それを100人見ようが1000人見ようが1億人見ようが変わらないわけですね。一方、教育っていうのは10人それぞれの進捗や学び具合に合わせて臨機応変にサポートできるような体制が必要になってきます。この観点から見てみると、鴨頭さん一人が全てを統括しているような状況ですので、一人一人に細かくサポートを行うっていうのはなかなか難しいんじゃないのかなと思います。3つ目、底上げ。情報商材は基本的に出来の良い人だけをチヤホヤする傾向にありますが、本来の教育っていうのは出来の悪い人にこそ時間をかける必要があるわけですね。例えば小学校、中学校でテストで赤点取った人は夏休みに学校に行って補習補講を受けたりするじゃないですか。これって生徒からしてみたらめんどくさいって思うかもしれないですけれども、よくよく先生視点で考えてみると、先生もみんながテストでいい点取ったら補講を開催する必要がない、要するに夏休みの間に学校に行く労力を使う必要がないわけです。しかしながら、赤点取った生徒たちをこのまま放置してしまうと、もっと点数悪くなったり、もっと赤点取ってしまう可能性があるので、夏休みの間にわざわざ出向いて、その出来の悪いと言ったら嫌な言い方ですけれども、点数よく取れなかった、授業がよくわからない生徒のために労力を使って一生懸命教えることを率先して行っているわけです。労力と同じなんですが、この底上げという観点で見てみても、1日でボーンと行って1日で終わってしまうようなスタイルっていうのは、学校って名前がついてますけれども、本来の教育的底上げサポートをできる状況ではないのかなと思いました。4つ目、信仰宗教観。情報商材っていうのは教祖みたいな人がいて、教祖が絶対だっていう感覚なんですね。一方、教育っていうのは10人それぞれの思考や得て増えて好き嫌いがありますから、一人一人の個性をうまく生かすような形で臨機応変にサポートしていく必要があります。小学校、中学校も一人の先生に対して30人
人ぐらいの生徒がいるわけですから、一人一人の個性をサポートするっていうのはなかなか難しいけれども、例えば特別学級が用意されていて、みんなと一緒に勉強するのが難しい子はそっちで勉強させたりだとか、学校という組織全体の中ではいろいろなセーフティーネットが存在しているわけです。この新興宗教観についてなんですが、鴨頭さんは動画の中で何々ですよねとか、違いますか、そうですよねという形で、相手を自分の考え方に嫌な言い方すれば無理やり同調させるような文章の語尾がかなり多いことに気づいている方もいらっしゃると思います。そして何々ですよねとか、そうですよねとか、違いますかって言われた、いや違います、そうじゃないですって答えられる人はいませんから、半ば反強制的になるほどそうですねと言わざるを得ないような空間を作っているような感じが、私は試験ですけれどもしてしまいます。この4つの観点から極力中立中庸な視点で見ていくと、情報商材感が強いのかなと思ってしまいます。さて、ここからが重要なんですが、この鴨頭義人さんの表現力の学校について私が持った疑問が2つあります。1つ目なんですが、今まで話し方の学校やコミュニケーションの学校を開講していましたが、なぜその中で表現力について学ぶ機会がなかったのか、そこがどうしても腑に落ちないんです。表現力の学校の宣伝動画の中で鴨頭さんご本人がおっしゃっている言葉をそのまま文字起こししましたので、まず読まさせていただきます。ちなみに話し方が流暢で上手い方の言葉ってそのまま鵜呑みにしがちなんですが、何かしらの違和感のつぶつぶを感じた時には文字起こしして客観的に見てみることをお勧めします。動画の中で彼こうおっしゃっていました。表現ばかりにとらわれてて、テクニックばかりにとらわれると、本当に自分が思っていることや、それをちゃんと言葉に乗せるということがおろそかになってはいけないので、土台からしっかりやりましょうということで、あまり僕は表現、デリバリーについて教える講座をやっていなかったのですが、つまり端的に言うと、表現力というのはテクニカルなものである。一方、話し方やコミュニケーションの学校で皆さんが学んでいただいたものは、自分の気持ちを外にしっかりと出すという準備体操的なものなんだという位置づけなんですかね。正直この説明はわけわからないとしか言わざるを得なくって、話し方っていうことは自分の気持ちを言葉にする、それは当然ですが、それを伝える相手に表現することも含めての話し方だと思うし、コミュニケーションというものも自分の気持ちを形にする、言葉にする、そして相手に伝えて、さらに相手から言葉のキャッチボールが返ってきて、それを繰り返していくっていうものがコミュニケーションですから、表現するという彼曰くテクニカルなスキルを培わずして話し方やコミュニケーションの学校を卒業したと言えるのかどうか。私 Amazon 物販の人間なんで、自分のコンサルに例えると、要するに商品リサーチのスキルだとか、商品リサーチする際の基礎的なルールですね、法律的なものだとか Amazon 規約については学んでもらったんだけど、そのリサーチした商品のページを作るスキルだとか、 Amazon のセラーセントラルというセラー専用の管理画面内でその商品を出品登録するスキルについては今まであんまり教えてこなかったんですよ、みたいな言い方です。百歩譲って表現力は話し方やコミュニケーションとは異なるテクニカルなスキルなので、あんまり教えてこなかったというのであれば、話し方の学校やコミュニケーションの学校に通った方には無料で表現力の学校を追加で受講していただくような形にした方がいいんじゃないでしょうか。だって話し方学んだんだけど表現力についてはまだ十分に学べてない、コミュニケーション学んだんだけれども表現力についてはあえてあんまり話さなかったって今頃後出しで言われているような状況なので、そうしないと一般的な感覚だと受講生の方たちの不満が募ってしまうと思うんです。その観点から考えていくと、無理やり新たな講座を作って今まで受講してきた方々にアップセル、さらに重課金を求めているような感じがしなくもありません。もう一つの疑問、彼の講演料を含めた受講料というのは果
たして妥当なのかどうかについて調べてみました。公式ホームページによると鴨頭さんの講演料って基本的には300万円税別プラス交通宿泊費ということですが、300分、要するに5時間を超える研修の場合380万円からとなってます。表現力の学校は11時から17時半までの6時間半の講座で昼食休憩も取るということなので、約5時間半鴨頭さんがワークも含めて登壇されるということを考えると、相場とすれば380万円と考えていいと思います。そもそも講師料300万だとか380万円が妥当かどうかについてはもう少し後で話させていただきますが、妥当だという前提で考えると、実際に会場まで赴いて参加されるリアル受講者の方が20人いたとすると、98,000×20、さらにリアルタイムでズームで参加される方が30人いらっしゃったとしたら、68,000×30 で204万円。これは実際に開催した映像を後から見てみないと何とも言えないですが、会場に20人いて、それとは別に30人の方がズームで受講されていたと考えると、もうその時点で通常の講演料以上の金額っていうのは得られているわけですね。さらに録画視聴で100人の方がトータル受講されたと仮定すると、58,000×100 で580万円。人数については家庭に次ぐ家庭の話で申し訳ないんですが、リアルズーム録画トータルで1000万円以上の売り上げを上げることも難しくないのかなと。これってホームページの彼の講演料を元に算出した380万円の約3倍になるわけです。ここで一つ小話なんですが、与沢翼さんが直接おっしゃっていた彼なりの情報商材の売り方っていうのが、まずとにかくセミナーを行って、そのセミナーの映像を録画したものを情報商材として販売すれば、一回セミナーしただけで情報商材その後もずっと売ることができるので、めちゃめちゃ儲かるねっていうやり方なんです。要するにセミナー1回の労力で参加した人だけに話をするのであればそれっきりなんですが、録画してそれを情報商材としていつでもいつまででも買えるようなシステムにすれば、めちゃめちゃそれは儲かりますよねっていう話をご本人がご本人の口でされていたんですが、その観点から見ると録画視聴っていうのはもう完全に情報商材の部類になりますね。鎌球大ではそもそもこの鴨頭さんの講師料というのは妥当なのかどうかについて、自分なりの試験、ただの意見を述べさせていただきたいと思います。彼の講演って先ほど申し上げた通り、300万円プラス交通宿泊費というのがスタンダードなもので、オンラインの講演料でも60分100万円かかるんですね。この講演料講師料について考えるときに、私の頭に浮かんでくるのが JBBF というボディービル団体のトップボディービルダージュラシック木澤さんのパーソナルトレーニング料金です。日本で最も筋トレに詳しい、筋トレがお上手な方の一人と言っても過言ではないジュラシック木澤さんのパーソナルトレーニング料金いくらだと思います？公式のホームページによると、なんと70分で7700円から20回のコースでも16万5000円なんです。ボディービルの神と言っても過言ではないジュラシック木澤さんと101、1対1でトレーニングを1時間10分行って1万円かかんないんですよ。ちなみに私は6ヶ月間のコンサルティングやっているんですが、6ヶ月終わった後、7ヶ月目、8ヶ月目、1ヶ月単位で何かしらの延長をしたいという生徒さんがいらっしゃったら、1ヶ月単位で31,500円です。コンサルではなく延長サポートの話にはなってしまうんですが、1ヶ月31,500円ということは、1日約1000円で私の延長サポートを受けることができるってことです。そう考えると、この300万円って一体何を基準なのかっていうのが正直わからんちゃわからん話ではあるかなと思います。というわけで、今回は鴨頭義人さんの表現力の学校について、情報商材か否かを4つの指標で見極めると同時に、自分が感じた2つの疑問点について話させていただきました。最後までご清聴くださりありがとうございます。